はい。これはね、貴重なものでね、あの、ブースカですね。えー、ブースカっていうとね、あのー、今はあんま知らない人が多いかもしれないですね。まあ、つっても私も生まれてない頃の時代なんですけど、1960年代ぐらい、だからあれだよね、あの、今からちょうど6、半世紀以上前かね、の時に、その、テレビの放送が始まってばっかりのぐらいの時、 ですかね、その時にブースカっていうのがあの怪獣映画で出てきたらしいんですよ。まあ、今のいう特撮映画の、えー、元祖みたいなね感じででブースカっていうのはこの人はあの宇宙人なんですよ。海外,あの海外じゃないや宇宙からやってきた怪獣なんですね。でそんで日本の子供たちに会いに来て日本の子供たちと仲良く。 でも最終的にブースカっていうのはあの分かってるんですねいや要するに日本の子供たちと仲良くするためにやってきたけどもただ日本の子供だっていつかは大人になってしまう要するにもう大人になるともう子供の心からいなくなるんじゃないかそうするとまあブースカは考えたわけですねもう自分はこ,この人たちが大人になったらもう自分は相手してくれないんじゃないかと。 でそしたらもうそうなったら自分はもう星に帰らなきゃいけないと。生まれ故郷に帰んなきゃいけないと。で、それで、えー、その生まれ故郷に帰ってたんですね。でもその中のうちの子供なんかは、あの例えば自分たちがもう小学生じゃなくなって大人になったとしても、おじさんになっても、じいさんになってもずっと友達だと。だから 忘れるわけはないだろうって言ってね。それであの帰っていったんですよ。そういう話があったんですけどね。それがこのブースカのもので、これはこう書いてあるでしょ。ブースカってつぶら屋プロのね、あのウルトラマンとかね、作ってるところなんですよ。あれが一番最初に出た特撮映画で、これ、貴重なやつなんですね。1999年のもので、え、ー まあ当時、今でもそうだけど、そのゲーセンとか行くと、こう、UFO キャッチャーにあるじゃないですか。で、あれの UFO キャッチャーであった、えー、ブースカーですね。で、そのブースカーのぬいぐるみということです。まあ、これ買った人はあれだよ、一番、あの希少性、貴重品ですよ。あの、オークションで売ってたって、これ、わずか6個ぐらいしかないもんね。六個、六個、5個が6個ぐらいしかないから、あのー、もう、今じゃ、これ、めったに手に入んない。 滅多に行った,言ったら,入らんってことは、まあ、これを所有してる人たちなんかも、これはもう貴重価値があるっていうのがもう分かってるから、まあ、なかなかその手放さないんですね。で、いろんなほら、あっちこっちのその、ね、まあ、今の現行ではもうブースかたぶん作ってないから、もうあれですよ、あの、ぬいぐるみとかはね、今のやつでは見ないし、で、リサイクルショップとかね、そういうとこ行っても、あのなかなか、 めったに見ないですこれだから、市場に今買った人はお得ですよ。日本中どこ探したってこれないんだもん。でよくこれがあったなと思ってびっくりしたんだけども、あ,の、えー、あるとこのに行ったときに、ね、よくこれあったなと思ってびっくりしたんだけども、あ,のあれなんですよ。ブースカーがいるってのが分かって。で、あの買ってきたんですね。 よくあんた、人に言われんんだよねよねく,くあ,のー、よくあんたこういうものを見つけとくんなんて得意だよねとか言われたけど、確かにね、ふっと出てくんだよね。あの他の人があれだけ探してもねえねえねえってもんがね、なんか私のところはね、ふっと出てくるんで、出てくる時があるんですよね。 そういうのが何回も遭遇したったからあのあこれもなんか貴重な見たことないし貴重な人だなと思ってこの人でちょうどこれが来る前に言ってたんでねあの不思議なもんでしたよあるコットンのところに、ね、行った時にね取引先のところに、ね、ブースカのぬいぐるみが売ってたんですよ。 で、あ、これブースカだっつったの。でそしたら向こうの人は驚い <laughs> で、年配の人だと驚いてさ、あんたはようブースカ知ってんなっつって。で、これはあのー、そうだよ、これはブースカだっつって。で、それでブースカっていうのは、これ見たことないだろって。で、見たことなかったんですよ。で、見たことなかったから、ね、見たことないって言ったら、これはもう昔の、今から50年ぐらい前、の半世紀以上前に出てたキャラクターで、今ではこれないんだよっつって。で、それで、あのー、そういうものが、 あの骨董のところって言うと、意外とこうぬいぐるみとかも売ってたからね。でそれでこれを、で、それがものすごいブースカが好きな人がいるんだって。でも、ものすごいブースカのやつ好きな人がいるから、ブースカの,あのやつをこう探してくれって言うんだって。お,おじさんで買うらしいよで。おじさんで買うんだけど、なかなかそのブースカっていうのが、ほら、物が物だけにやっぱりこの人たちがもうもうかなり貴重な人たちだからいないんですよ。だから、あのー、そんでどこ探してもないから、何やらこう、 あれなんかそこのお店にね大を頼んでったでそしたらどう探してもないから私がじゃあこれをねあのそういう話があったばっかだったんですよでそれであのブースカーがあったらこれ貴重品だよっていうことでで,でなんかそういうこと話があるとねあんたか死んないけど近い死ぬうちのうちにね見つけてくれることがたまにあるんだよね あのたまにっていうかたまにじゃないのはちょいちょいあるんだよ不思議なことにでこれだと貴重だよとかって言ってそうするとうーんそうなんだとか思うへんわねで売り覚えり最初は当時はさ何何えこれってそんな価値あんのかなとか疑いつつもでも実際行って調べてみると、えー、そのぐらいの価値になってんだよねでびっくりしてでこでもこれはもう古いもんだから今,入んない今の時代じゃ手に入んないんだろうなとな思ってたら あのー、店行って探したらあった,あったんですよ、これがね。で、これがあったもんだから、びっくりした。で、多少もうちょっと年月が経ってんでね、もうちょっとこう、よよ汚れというか、まあ、そういったものがあって、まあ、こ、まあ、れはし方ないんだけどね。あのー、ほら、やたらにこういうのって、このね、なんかあの洗濯機の中でぐるぐる回すのもかわいそうってのはかわいそうだし、あのー、なんかやたらにこういうの見るぐるみって、あの、なんだよね、あの、 洗うとさ、なんかその洗剤のほらあの、洗剤の力が強すぎてね、色が落ちてしまったりとかね、あのそういうことってあるじゃないですか。だから、あ,のあんまり色が強いやつはあの、色の,白,、ね、あの白剤のなんか強いやつは、強白剤の強いやつは使いたくないんですよね。でそういったのもあってね、あれだった。だから前の人も多分これ洗いたくても、多分。 あれだったんでしょうねあの、まあ、そういうことがあったんでしょうね。でそれでずっと置いてあった。で、あのこれをこのね、上のところにね、こう、こう、下があったんですよ。こう、下。これが、ほら、ブースからしてね。で これの紋があったんだけど、この紋がぐるぐる巻きになって、し、し、しば、縛ってあってこうやって吊りされてたんですよ、この人。で、あのー、ぐるぐる巻きになって、吊りされてたんで、だから、あのー、あの、あ、いや、ぐるぐる巻きにするくらいだから、あのー、もうあれなんだなと。あのー、見つけられるの嫌なんだなと。 すくくわかったからですね。だいたい、そういうところお店って、だいたいで、あのね、うん、じゃあ、売りたくないようなものを売らなきゃいいのに、あの、売るんだよね。で、それで、あの、あなんだだったら、芝居心なら芝居心って書いてあるんのよね。そしたら、あの、芝居心って別に書いてあるわけでもないし、普通に店頭販売してたから、じゃあこれを欲しいわと思って、でうんで、探したの。 でもこれはあのね、一時的に私がこうコレクションしててね、思うんですけど、もこれ動画撮り終わればもう売り物ですから、もうあれですよ、ネット出したら売り物だからね、もう誰かこれ買ってくださったらもう、ほんのですよ。こういうのはなかなか滅多にこういう人いないからね、だからあの、買った人の方がもう得だなと思います。 だから今、ブースカー作ってないから、もうあれですよ。非常に貴重ですよ。で、またね、あのブースカーっていうのがまた人気が出れば、あの、また、多分新しくね、こういうのは人気がまた出て、あの、今の世代が出て、このブースカーの存在を知る人が多くなってくれば、また作ってくるだろうしね。ただ、まあそうなってくると、ちょっと価値という問題もありますからね。ただやっぱり当時に作った問題のものの方が、やっぱり価値は高い。 でこれはもうあの今にはない。であのちょうどこの99年って年はねあれなんですよ。ブースカが何十周年か経ってでそんで一時その時代ってブースカがねまた再びなんか人気が、えー、また人気っていうかまた、まあ、ずっと人気なんだけどまたそれが存在がその注目され始めたらしいんですよね。 でこれらもうその時代何年も経ってくるとほらやっぱりもうね当時見てた子だってもう大人になって社会人になってさもうおじさんとかおばさんとかなってんじゃんそうするとねそのもう、ま、下手したら孫ぐらいの時代じゃん小学生とかって言ったらその時代そしたらまあ知らないわけじゃないですかでどこで同行してたんだか知らないけどその、えー で,で、子供が見たら新鮮だからこの人欲しいみたいな。で、それで、あのこの人は何て名前か分かんなかったけど、ブースカってのが分かって、それで、ブースカのまた人気が出てきて、で、あれなんですよあの、ブースカブーム、ちょっとしたブースカブームみたいなのがあったんですよね。で、そんで、ブースカが、あの、何十年後か経って、あの、また宇宙から戻ってきましたみたいな。旅行にやってきましたみたいな。ででそんであの あれだったらしいんですねでも、あのちゃんと、あの、ですよあ。その時のブースカの映像をちゃんと残してる人がいるんだね。こうネット上で、YouTube とかでもね。ちゃんと残してる人がいるんですよ。だから、あのー、びっくりするんだけどね。だから、やっぱりファンタてはどこに人もいるもんですね。だから、多分このブースカはやっぱり世界共通じゃないですかね。日本だけではないと思う。世界で共通で、やっぱブースカはいいんじゃないあのー、共通なんではないかなと思います。まあ、こっちのね、立ち姿のブースカですね。 ちょっとこう顔がねあの、バカにしてんじゃねえよみたいな顔してるんですけど、なんですけども、あのーあのー、あれなんですよ。あのー、ブースカって確かこの人はもともとあの元々、あのー、あれですよ、ビーバーかなんかなんですよ、この人。だからビーバーかなんかがモデルになってる人ですから、あのー、っていうことはビーバーの星から来た人だと思うんでね。あの、ビーバーが地球に生まれてくる前にいた星があって、その星からこの人やってきたと思うから。 あのだからこんな顔してるわけですよ。だから歯がこうやって出っ歯になってるわけですね。でもまあなかなかこう、ねえ、今見てもこう可愛らしいしね。あのこういったのに、なんかぬいぐるみとかってキャラクターって今少ね、少、まあ今ゆるキャラ部分でね、もうだいぶ経ってるけど、それでも今多いけど、まあ逆に言えば今ゆるキャラが多すぎるんだよ。<laughs> この時代はまだ限られてましたけどね。 今、こういうキャラクターが多すぎるんですよ。だから、あのー、もうちょっとこのキャラ、こういう時代の時みたいに、もうちょっと、キャラクターの方が今ほど多くなくて、ちょっと、ま、ある程度のキャラクターがいるっていうぐらいの人数にした方がいい。今ね、キャラクターが多すぎる。だから、あのー、誰が誰だから、キャラクターが多すぎるところで名前も覚えらんねえじゃん。で、この人いきなりドヤ顔出てきてきたって誰みたいなのかな。だから、あのー、 もうちょっとキャラクターが多すぎるから、もうちょっとキャラクターの数をね、まあ減らすってのはかわいそうだからさ、ね。なんかもうこれ以上作らないように作るっていうか、そういう対策をした方がいいじゃねえかと思うよね。これ以上どんどんどんキャラクターが増えたって誰が誰だか全くわかんなくなりますからね。まあなかなかこれはこれであの、貴重なものですね。どうもありがとうございました。